スクールデイズでございますけども、はい、ちょっとスクールデイズということで橋本さん、はい、学校学生の頃のちょっとお話を伺いたいなと。なんで男子校ですか女子校ですか。あ、男子校の方が良かったけど残念、共学なんです。共学だったんですか、はい、ぽくないですか。いや、女子校っぽかった。女子校っぽいですか、うん、あ、いいことですね。ちょっと女の子らしくなってきたってことでしょ。いや、知らんけどえ、ちょっと今日女の子らしくしてきたんですけど。え、普段はどんな格好なんですか。普段はね、ジーンズとかが多いですかね。あ、ズボン。ズボン、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 ズボンです。ズボンだってパンツとか言えないじゃん。パンツ、パンツじゃなくてパンツ、 パンツ、はい、ということでね。ちょっと待って、スクールデイズ話してない、はい、スクールデイズ、そうそう、学校、学校のなんか面白いエピソードとかないの。学校大爆破みたいな、なんか、あ、ちょっとあったのかよ。あんのかよ。あのね、女子更衣室が放火されちゃって、はいはい、ほんとガスバーナーかなんかで夜中にやられたらしいんですけど、あの、私ね、ジャージとか、うん、教科書とか全部、教科書はダメ、うん、全部置いてあって、で行ったらもう朝燃えてたんですよ全部。で燃えかすがこう散乱してて、でなんかこう、そう、なんか現場を教えてくれてる人とかがいて、うん、この辺が火種でしたっていう、うん、この辺に全部置いてあったの。そう本当に私だみたいな。え、教科書とかってだって燃えたらあれもらえるの。もらえないよね。買うの、あれ。買うんだ、うん、超。だからあんまり勉強できなかったんですか。あのね、会ってもできなかったの。なんかさっきちょこっと話をした時に、はいはいはい、なんか試験の時のなんか高校入学の試験のお話を聞いてちょっとびっくりしましたが、はいはい、橋本家はすっごいご飯食べるんですよ、うん、でね、お弁当も三段重ねだったの。ちょっと、ここやっぱ おかしいのかな。おかしいよ。おかしい。違うの。1段目がご飯で、うん、2段目がなんかちっちゃいタッパー2つで、うん、おかずで、うん、でなんか果物とかが。遅い。ドカ弁のいわきが食う弁当だよそれ。そうなの。うん、でかいよ。そう、それで、あの、うん、試験の時も、はい、そう、全部食べたんですよ。入試の。そう、入試、うん、高校入試の時に、うんうん、そしたら5時間目の理科の時間に眠くなっちゃって問題が読めなくて、これは5分か10分寝て集中して頑張ろうって思って。試験中よ。試験中よ。わけわかんないよね。え、そう、それで寝たんですよ。うん、で、あー、よく寝たって思って起きたら、うん、あと10分だったの。やばいって言って、全部マークシートだったから、なんか、なんだったんだろう。あ、A、U だったのか、A、B、C だったのか、だけど、ガーって塗って、一問も問題知らないのだから。え、全部山間？全部。で、ちなみにその高校ですよね、はい、高校はどうだったんですか。受かっ、ありましたの前。うそどんなドラゴン桜だよ。何ドラゴン桜。わけ、いや、ドラゴン桜って受験の漫画があってね、説明するとめんどくせんだよ。わかんないギャグは流せよ。ごめんなさいね。ということで、お歌の話をしましょう、はい。橋本さんはスクールデイズで何を歌っていますか。ハローマイハピネスですね。これどんな感じの歌でしょう。いや、こんにちは。いや、こんにちは。いや、こんにちは、私の幸せちゃん。直訳プラスちゃんじゃないですか。結構元気な曲で。そう、元気な曲なんですよ。え、普段ってあんま元気な曲は歌っている、ね、でもなんとなくと静かな曲のイメージの方が、うん、多分皆さんは、ね、なんかそんな感じがする。なんか、ね、小さくうなずいてる感じ、なんか空気が揺れてきた。ちょっとやばい空気になったな。そうですね、うん、だから珍しいかな。珍しいですよね。しまあね、ちょっとなんかこんな状態で歌うの辛いじゃねえかよな。そう、なんか楽しい話しよう。みんな知ってくれてるんですかね。いや、みんな聞いてるでしょ。歌えますか。チャラップ。あ、はいはいはい、橋本さんの、はい、のね、もうちょいはっきり言って、もうちょいはっきり言って、ギリギリまで行こう。ファンファフファンファ。もう一個ぐらいいける、もう一個ぐらいいける。ファ
ハフハフ。いやもうダメ、それダメ。バレバレやんけ。感じ？系みたいな。みたいな感じで。はい。こんな感じですね。僕もこの曲大好きでございますよ。いつも聴いてますよ。本当ですか？まあはい。本当？司会ってこうやんねん。大人って汚い。そう、まあ、毎日毎日聴いてますよ。朝夕聴いてます。うん、じゃあ歌ってください。そうね、本当は僕が歌いたいぐらいです。そういうわけにもいかないんで、はい、歌っていただきましょう。じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、トップバッターです。みんな元気出していきますよ。じゃあ橋本美由紀で Hello My Happiness です。聴いてください。あなたの隣